前回の続きでもうこのマップやめようかなと思ったんだけどね、クエストが偶然ね、クリアしたんだけど、やっぱりこれでもお金がないからね、このマップはもう終了でございます。新規ゲームだな。下手くそなんだよね。今やったのこれだね。今度はディスコだ、ディスコ。まあ少ない人数からやりたいんだよね。金持ちでスタート。これで まあいつものパターンでまたやりすぎちゃうかもしれないけど、まずは図書館ですよ。図書館、図書館は大事。砦もね、早めに入り江か。あとは輸出ですね。ラム酒ができるんだね。砂糖が作れるかどうかだね。砂糖が、近場で、近場で休暇、近場で休暇、近場で休暇。もう何でもない。でラム酒を作る、ラム酒を作る。であと、輸出の契約を。もう何これ操作できないよ。なんでムカつくな。なんで動かないのかな。コーヒーじゃないよ。川、今はあまりできるものがないね。ちょっとね、コーヒー、タバコ、やるとしたら川だね。
皮が取れんのは牛かワニ。あ、でもこれでいきなり皮ができるんだね。ワニだったら普通はね、こっちの皮を加工してやるんだけど、これだとこのまま皮ができちゃう。こっちの方がいいよ。クロコダイル。クロコダイル。こんな隙間にできるかな。できない。ここに立てるのとかは変わらないよね。なんか無駄使いしちゃう感じかな。こっちの方がいいかな。もうちょい、もうちょいと。ここにも作るか。じゃああとは住居とかだね。住居、酒場とか。ああ、間違えた。まあいいや。皮の輸出。とりあえずこれでやっていこう。やっていけんのかな？いきなりこれをやろう。それが終わったら脈立つとか。すまないが、本当にちょっとしたお願いがあるのだ。貝か。貝やろうか。
これ時間かけてやろう。もうボタンの押し間違いだよ、クソ野郎。もう嫌なっちゃうな。とりあえず2箇所かな。またボタンの押し間違いだよ。2箇所だけだね、今はね。なんかダメだな。ボタンの押し間違い。うまくいかないかな。腐敗があまりにも蔓延しています。総督、賄賂の額を調べるため賄賂を送らねば。ああ、タスクを失敗したんだね。一個トウモコシを生産する。なんかプレジデント、あなたの才能は疑う余地もあります。見にくいな。なんだよこの見にくいの。これなんだっけ。あ、ワニだ、ワニ。もう操作しにくい。我々の革命の栄光はまだわずかです。聞いてください、総督。なんだか急にあなたを
灰があまりにも蔓延しています、総督。賄賂の額を調べるため、賄賂。こういうのやっちゃおうかな。レベル2にしたいんだよ。骨と皮だけのし。ただこういう声ね、同時にやんない方がいいのな気がするからね。仕事とは大変なも。多くの国民が。あなたの政治工作はまさに伝説級。こっち優先してもらいたいな。貝を取ってもらった。金やりたいね。動かないよこれ。なんでだよ。あれ？もうめんどくさいな。魚を売りたいんだよ。なんでこれ動かないのかな。金やりたい。金、金は取れんのかな。これさ、前回間違えてね、石炭掘っちゃってさ。ああ、もういや、見にくいな。金ちょっとしか取れないかな。今向こう行けないからね、ここだけだね今は。これしか金取れないの？なんか地上絵がありますね。これだけか。向こうはいけないんじゃないのかな、これ。新しくなんか作んないと。ここら辺さ、引っ込んでるから。どうなってんだろうな、地形。とりあえず輸出、金の輸出お願いします。
ちはね、橋とか作るかしないとダメなんじゃないかな。結構お金かかる、お金持ってるうちにやっちゃうか。道作れんのかな。うん、ボタンの押し間違いだな。わあ、ダメだね。今はダメだ。どう、あ、こっから行ける。めんどくせえな、そこ行くの。今はやめとこう。ああ、もう何やってんだよ。ボタンの押し間違いだよ。操作しにくい。災難中の災難です。船乗りどもが酔いから覚めようとしています。なんと雇用条件や労働環境について聞いてきました。我々の革命の栄光を。えいやこらせ。コーヒー、トウモロコシ、ミルク、製剤。製剤やるか、じゃあ。製剤しかないね。全然ダメだね。回転。正しい行いをしたな。制裁。あー、ボタンの押し間違い。今日はあんまり聞いたくないんだよね。
まずいですな。巡礼者どもに囲まれました。これ皮持ってるよね。届けよう。革の生産作ってます。革の生産。腐敗があまりにも蔓延しています。総督、賄賂の額を調べるため。時間が来ちゃったんで、また次回ということで。